局そのこんなにあの文明が発達してて、それで文明のね使用法が簡単になったでしょ。だから逆に憑依されやすくなった、ね、憑依を積極的にする軽い例っていうのはかなり知性が低いというか、人間の遺伝子よりもっと短い遺伝子が例になったものなのね。そんなんかなんか長さを稼ごうとして合体しても、それは生命体としての知性は持たないわけ。どっちかいうと、物語主義、ゲーム主義、まあゲーム主義はね、そう言って連結したらええやんけなんて、ゲーム主義だし、それで演じたいっていうことが結局物語主義でしょ。で結局憑依例が原因で困難な時代になることはそれはいつものことです。でも途中まで進んで立場があって憑依例を追い出しても続きやらざるを得ない状況いうのもあるんですでしょ。天皇家なんかそうや、天皇家は意図的に憑依されやすい食生活なさってるし、で天皇はね、天皇家はまあ別として、天皇に就任された方はいつも憑依されやすい食生活を強要されます、宮内庁からね。で憑依例を集めてある、そして発言は憑依例っぽくないけど、見る人が見たら、あ、憑依例の文脈って分かる、表現が綺麗なだけだからね。あえてしつけをしてはるの、そういうスペシャリストやって言ってるやろ。天皇に憑依したらなんか美味しいんですかって、人生って、うん、小学校5年生程度の生活かなあれ実は。でもそんなんは憑依例にとっては美味しいね、楽やから。それ以降っていうか中学以後の学も分からへん、憑依例がほとんどやねん。せやろ、下品じゃないで、せやろそうでしょ。中学で挫折した人っていうのは憑依されてんねんで、肉体とか脳が劣ってんのちゃうで、憑依が原因やで、ほんまやで、言っとくけど。スポーツも勉強もできるねんから、どっちかしかできないのも憑依が原因です、絶対やで。もう中学で勉強挫折なんかもう典型的な憑依が原因やねん。もう最近なんか小学校で挫折するでしょ、憑依が濃くなってるからね。さてそんな憑依バリバリの世界で大人になって大変な戦争、歌一発で止めるは頭おかしだったんか日本人は、って世界中から笑われるで、実はねそら、うちの歌を聞いた世界中の要人がハッとすることあんだよ。なんでかって、うちが主やからやんか、うちがボスやからやんか、世界中の権力者から見て、いや権力者じゃなくてあなた方から見てもボスなんだけど、女ボスなんだけど、もともと皆さんはうちをレイプした人たちの残骸やから、ほんまやで、原罪を持ってはんねん、みんなうちに対するな。で権力者はそれ原罪をいくばくかその償ってきたから、権力登ってきてうちのそばに来れてんねんな。うちのそばに第一住んでる人もそうやで、原罪をいくばくか支払ってるからこうやって登ってこれ、うちの近くに来れてんねん。西浦そらそうやでな、知ってたけどついにリークしたでしょ。西浦家は実は友情遊びとか女に対してひどいこと、友情遊びというよりは女に対してひどいことしたやつを多治見におびき寄せて、ほんで加藤に しとって職人にしとって、まあ、陶磁器ならまだしやすいでしょっていうことで、美濃焼は異常に素朴やねんな。同じスタイルでも瀬戸なんかに比べるとはるかに素人臭いでしょね、多治見の美濃焼は。それはそういう理由があって知ってたよじゃあなんだここで西浦のままいじめんのあんたって分家やからちょっと西浦家自体分家、まして萩原なんか超分家、超分家やから大丈夫。笹川家をかくまった萩原家の人物やん、西浦のババアって今のどっちから見たら超召したやろ、よかった。でうちの歌は世界中の権力者がビビりますよ、もちろん。だから聞くねん。な、うちがかつて飯島真理さんの人生来た時に加藤和彦さんの
あれ作詞は実は加藤和明さんやねんけどね。まあ今回いろんな人になってるわね。いろんな人とかいろんな人いろんな人でややこしいけどな。でまあ結局それ歌った、その時だけ聞いて、違い島森さんの人生生きた時だけ聞いてんから、グミグミそんなもんでしょ。こんな程度の人で聞くもんって、うちが歌ってたからです。しゃあないなって歌いたいみたいだし、やめとこうかみんなやって。あれ今アマテラスであの飯島マリッチやつちゃうの、うん、今回さやで、その当時な、今今回ちゃうね、その時はそうやって、うわーこのジョークで空爆してもダッサーって言われるんだよって。やめとこうって、無視しようって。あっちかアマテラスなんか歌ってるから、あいつほったらかし置いといて逃げようって、あいつ一人にしたらやって、うちの周り一人もおらんのって。どういう戦争の終わり方やって、うちが飯島マリやった時。